はいどうもこんにちは、のこのチャンネルです。今週なんですけども、ついに待ちに待ったリザードのシューズアクフィコレクションがスタートしたということで、今週は3回にわたってリザードのシューズの撮影風景をお見せしていきたいと思います。今日はですね、まずはモンリョウさんの回というところで、モンリョウさんの撮影風景やモンリョウさんとのまあお話トーク等もですね、お見せしていきたいと思います。ではどうぞ。これになります。はい、いいんですか。はい、なんで全部一緒、前から前から。めっちゃあれですよね、素材。あ、ちょっと説明してもらっとか。はい、めっちゃ、まあ、めっちゃ素材いいやつで、ね、はい、ですよね。これはカーフレザーといって、はい、帽子のレザーを使って、はい、すごく柔らかいんですよ。はい、クッションが重ねちゃうと、ちょっとこう、モデッとしてるじゃないですか。だからこうなんかここはこう薄めにというか、はい、あんま余計なクッション入れないで、この木型っていうここでなるべく痛くのないようにエレガントにしながらカーフレザーっていうのを使って柔らかくすると、はい、これだったらきっとモンリョウさんに入っていただけると。いや、ていうか私でいいんですか。いや、もうモンリョウさん以外いないです。いやいや、ありがとうございます。びっくりしました。そうです、モンリョウさんっぽいところでいくとやっぱりゴールドとシャンパンゴールド、うんうん、私一番好きなのこれですね。あ、本当ですか。シルバーめっちゃ可愛い。てか柔らかい、生地が。ありがとうございます。もう全部入ってください。はい、全部入ってください。履き心地一緒ですよね。あ、でもちょっと違うかな、やっぱ。一回やっぱスムース系の方がなんか分かりやすいかもしれないです。ね、はい、一番でもお気に入りの方から。お気に入りですか。はい、お気に入りお願いします。うわ、ぴったり。ぴったり。すごい。てか柔らか。これ何センチヒールですか。6、7。7。普通の人はちょっと高いんだよね。絶対シルバーがいいですよ。シルバーじゃあ私、押した色しか売れなくなっちゃうから。どうしよう。かわいい。かわいくない。かわいいです。な、めっちゃおしゃれ。もう確かにここ最近もやっぱ 2,3 年もうすごいですよね、このシルバー人気が。え、ですよね。はい、とにかく売れます。シルバーかわいい。まあ私が入ったら何でも似合う。似合ってるって今聞こうと思ったけど、似合ってるやろ。めっちゃ楽。走れますね、余裕で。あ、お願いします。初対面。あ、僕も喋ってます。めっちゃ気さくで喋りやすい。よかった。ちょうど僕も関西なんですよ。あ、そうなんですか。はい、めっちゃ緊張してたよ。え、本当ですか。僕も緊張してます。大阪の情報が来るって。いやヒカルさんに呼ばれて。ありがたい。で、今日はだから多分それぞれちょっと違う、はい、あの格好というか、はい、コーディネートで、で2つはだから今、モンリョウさんに持ってきていただいて、はい、で残り3つはコントの方で、はい、コーディネートさせていただいて、でもこれリザードのロゴもちょっと違うんですよね。ちょっとそういう本当や。そう、ここのリザードとは違って、うんうんうん、でパンツのエレガントな感じで、もうモンリョウさんのイメージに合うように。え、めっちゃ嬉しい。これ私がほんまにモデルしていいんですよね。モデルなんかすいません。モデルさんしかいないです。いやいやいや、なんかすいません。かわいい。あ、じゃあこれいいんじゃないですか。はい、行きましょう。はい、お願いします。うちのキャメラマン、はい、今モンリョウさんがモンリョウさんウエストなくなってる。たまにゼロだよね。あのスカート一番ちっちゃいね。ウエストゼロの気がする。ゼロ、ゼロ、ウエストゼロ。あ、ウエストゼロ。何するウエスト。すみません、細くてすみません。ムカつかれてた。すごいね、XS がそんなに。お願いします。さすが何話の女王です。うん、そうね、あ、かわいい。これだったらちょっとそうね、これだとこう前開けましょうか。あ、はい、そうですね、うん、すいません、ありがとうございます。お願いします。モンリョウさんずっと大阪ですか。はい、生まれも、うん、あ、生まれ神戸です。あ、神戸ですね。はい、で途中で大阪。そうです、大阪8年ぐらいです。あ、そうです。僕も8年大阪です。どこですか。吹田です。あ、わかんないです。え、万博公になる。私は新地か南しかわかんないです。8年住んでます。狭い。万博公園はめちゃめちゃ有名ですよ。吹田ってどこ。上田も。いや、上です。万博公園行ったことないです。すごいですね、8年住んでて。そう、水商売ある場所しかわかんない。すごい、地区内しかわかんない。すごい、逆にすごいですかも。
森田さん、じゃあちょっとこちらに来れば先ほどと同じですので、はいはい、初めて8年でバンバン公演違うYouTube も僕も言ってるんですけど、はい、あのアシスタントにあのアナウンサーのセレザーさんっていう人がいて、はい、その彼女がとにかくモンジョさんのファンだと、いうことを言っとけと言われたんで、はい、言っときますだからなんやと思ってありがとうございます。女性ファン多い？いや、ほぼ女性。そうですね、90% 90% ですか？はい、90言い過ぎて80。へぇ、僕も確かにもう男性70ぐらいです。あ、そうなんですか、はい、不思議ですね、なんかね。でも、モンジョさんは絶対男性ファンが多そうなので。宮川さんぐらいじゃないですか。プライベートでめちゃめちゃ久しぶりなんで、お会いするの。あ、そうなんですか。5年とかぶりぐらい。え、今日ですか。そうです、そうです。え、全然そんな感じなかったじゃないですか。まあ、ちょこちょこ LINE とかは、なんかお仕事の話。あ、でもあったのはそうなんですか。そうなんです、あったのめっちゃ久しぶりです。それ言っていいやつ。逆に5年前何やってたかちょっと聞きたくなっちゃったね。まあ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 。いいですか。皆さん褒めてあげてください。皆さんのことい, いつもと様子が違います。こんな撮影したことないもん。ちょっとじゃあ一旦クールなのいきますか。はい、はい、お願いします。あー、絶対しないです。すごい好き。じゃあちょっと見つかってきてもらって。はい、にらめっこしてるんだ。どうでしょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そりゃそうやよ、だって本来歌うたの時、横はいつもおかっぱさんやから。全然違う、全然違う。素敵な靴は素敵な場所に連れてってくれるってね。僕も素敵な靴を履いたら素敵な場所に行けるかな。